はい、どうも。今、結構、まあ、話題にもなってると思うんですけど、内藤さんとね、大崎さんの、ダメンズハウス。あれ、正直見ててめっちゃ面白いんですよ。内藤さんのね、すごいクズっぷりと、それに対しての西山さんのツッコミとかがめちゃくちゃ面白くて、自分もめっちゃ見入っちゃうんですけど、ただね、あれ、大関さんちょっと優しすぎませんかね。大関さんはあれでね、まあ自分も楽しんで、まあ視聴も稼げるし、楽しんでるし、で、いいと思うんですけど、ただまあ掃除とかね、朝大関さん行って一人で掃除したりして、ちょっと優しすぎないかなっていう気はしてます。で、まあ、正直あの動画を見てて、はっきり言って株が上がったのは大関さんだけですよ。まあ西山さんも上がってるとは思いますけど、まあ西山さんはね、今 YouTube やってないんで、ただただ大関さんの株が上がる動画みたいになってるんですよね。だからあの人、大関さんは、あれが計算してたらめちゃくちゃまあ大関さんはめちゃくちゃ賢い人だと思うので、まああれがね、仮に計算だとしたら、まあすげえなと思うし、まあやっぱりそんだけね、金持ってる人っていうのは賢い人が多いんでね。まあさすがだなとは思いますけど、あれを、その計算とか何もなしで、まあ善意とね、楽しみだけでやってるとしたら、それも天性的な賢さっていうか、もう頭の良さが天性的なもんですよね。あれが計算じゃないなら。で、一番、まあ気になってるのは内藤さんが、この先どうなるかですよね。正直最後まで付き合いきれないと思うんですよ。誰もがね。やっぱそれぞれみんな、まあ大関さんの家庭とかもあるし、それぞれの生活とかあると思うんで、さすがに最後までこう付き合いきるっていうのは無理だと思うんですよ。なので、どこでこう内藤さんをね、見切りをつけるかっていうところが大事になってくると思うんですよ。内藤さんがね、そう、まあ仕事も辞めちゃって、YouTube やってくっていう話なんですけど、YouTube やってってね、まあめちゃくちゃバズったりなんかで自立できるようになればそれは一番いいとは思いますけど、まあ絶対なれないってあの人は。まあ内藤さんがね、YouTube で自立するなんてことはまあ不可能だと思うんで、どこで見切りをつけるかっていうところが大事になってくると思うんですよね。正直、まあ、なんだろうな、どんどん内藤さんのクズっぷりが出てるじゃないですか、あの動画によって。あんなね、もう、まあ自分もクズですけど、まあ自分の周りにもね、クズみたいな人間っていっぱいいるんですけど、あそこまでクズな人ってなかなかいないと思うんですよ。なので、大関さんの腕次第でまあ、ね、こう内藤さんが自立していくようにできるのか、まあさすがにそれはいくらなんで大関さんでも無理じゃないかなとは思ってます。自分は。まあ内心ね、多分大関さんもイライラしてることってあると思うんですよ。例えばこう、内藤さんがね、金返すために、その給料をもらいに行くのにわざわざ大関さんが運転していかなきゃいけない時とか、絶対内心イラッとはしたはずと思うんですよ。それがどこまで大関さんが耐えれるかっていうのもあるし、まあ今はね、正直こう、面白いじゃないですか。みんな見てると思うんですよ。自分もめっちゃ見入っちゃうんですけど、あれに飽きが来た時、視聴者の飽きが来た時とかも、どうしていくのかなっていうのは、ちょっと大関さんの、その腕を見たいところですけどね。まあ自分にはあれを、まあ例えば自分が大関さんの立場で、あのダメンズハウスをやって、継続していく自信はないですね。自分には絶対無理だと思います。まあ、大関さんだから今できてることであって、ただまあ、それはね、大関さんがどこで見切りをつけるか、視聴者が飽きた時どうするか、まあそういうとこをね、含めて自分はちょっと注目してるんですよ。まあちょっとコウコさんもね、自分はいろいろ、まあやらせっていうかやらせとかしてきたと思ってたんですけど、ちょっとね、最近の内藤さんを見てると、いや、ワンチャンコウコさん本当に嫌がってたんだなっていうのがちょっと分かってきて、まあ、草野コウコさんはコウコさんでね、まあこう、別れた後に一緒に家に入れたりとかそういうことをしてた部分は絶対コウコさんにも非があるんですよ。まあ、そういうのでね、内藤さんもこう勘違いしちゃって、
まだ付き合ってるって思い込んでたんで、高校さんにも非があるんですけど、最近の内藤さんを見て、さすがにちょっとストーカー気質やべえなと思い出して、こんな人なかなかいねえなと思って、まあそれが逆に面白いっちゃ面白いんですけど、まあでも、自分から言えるのは、今後、佐々木さんとはコラボはやめてほしいですね。さすがに。さすがにちょっとあのクズっぷりを見すぎて、ちょっと佐々木さんとコラボしたら佐々木さんにも悪影響が出ちゃうんじゃないかなっていうのが、ちょっと心配ではあります。そうですね。まあ、あと、まあ、たまにね、大関さんのライブで、まあ、推しの推しが出てますけど、ちょっとね、あの人とは、自分はちょっと、ライバル関係っぽくいると思ってるんで。まあでもね、登録数1000人はおめでとうございます。まあ佐々木さんとかもね、大篠さんはいい人だっていうのは言ってるんですけど、まあ自分的にはね、まあまだ適視してますね。まあそんな感じでこれから先ね、ちょっと大関さんの腕をちょっと注目したいなと思っているところなんで、まあ皆さんもね、本当まあ、西山さんのツッコミなり、内藤さんのクズっぷりなり、まあ、大関さんのね、その、優しさなのか、計算なのかわかりませんけど、まあ、その辺も注目して皆さん見てほしいですね。で、まあ、あと、その前ね、西京さんを撮った動画か、っていうのを、こっちで流すかもっていう話をしたんですけど、多分今んとこ何も、まあ、連絡とか動画とかも来てないんで、まあ、あの動画は多分出さないことになったのかなとは思いますけど、なんかそもそもあれは、上野さんが佐々木さんに対してドッキリとして新旧マネージャーの対談動画を撮るっていうはずだったらしいんですよ。まあ、でもそのドッドッキリとして動画を上げる前に上野さんが佐々木さんに言っちゃったんで、まあドッキリにはならないんですよね。なので多分あの動画はもう出さないんじゃないかなっていう気はしてます。まあ視聴者的には見たいとは思うんですけどね。まあでもその辺の判断は上野さんにお任せするんで、まあ自分は多分もう流れないんじゃないかなと思ってます。まあそんな感じですかね。はい。なので皆さん、ちょっとダメンズハウスをちょっと見てみてください。イラッとしつつも見ちゃう、なんかこう、麻薬的なもんがあるんでね。正直見ながら自分も内藤さんにはめちゃくちゃイライラしてます。なんだこいつか思いながらも、でもちょっとこう見ちゃうみたいなね。まあそんな感じなんで皆さん、一回見てみてください。はい、ということで今日はまあこの辺で終わります。ありがとうございました。